お疲れ様です。お疲れ様です。おっと、なんか後ろに今新幹線が通ってますね。はい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 、ついに来ましたか、はい、我々の宮原健人の YouTube も、はい、こういう移動して行こうじゃねえかっていう今回の企画、まあ先日ね、おでちにまあメールさせてもらったんですけど、はい、LINE で北海道ツアーがあるから北海道企画、はい、北海道の企画をやろうじゃねえかということで、これまあ有楽町駅ですか、はい、まあ、東京駅近いですから、ついに北海道行くぞロケみたいな、あ、私もご準備してきましたんでね、うちのディレクターもようやく気が利いたね、あのこともやれるじゃねえかってことで、今日はねもう楽しみにしてきたわけですよ。旅をする上ではね、やっぱこういう音は高揚させるよね、はい、今から旅に行くぞっていう、僕もね空港だとかね、その新幹線の駅だと好きなんですよ。旅に行く前って高揚しません？なんかワクワクして北海道のイメージがついたりして、行きましょう、ファミリー全員で早速。まあまあまあいいっすよ。え、いや、まあ、旅行に、はい、行きましょう行きましょう、はい、せっかくですからみんなで、もし、まあ、みんなでね、はい、空港とかまで行くのも楽しいですから、旅のことを考えれば、はい、行きましょう。いいですね、こうやって歩いてね、やっぱ旅がある目的地がある、こういう道中って楽しいんですよ、はい、あ、すいません、はい、どうしました？目的地いいです。目的地、はい、いや空港でしょ、まずは駅に行って。いや、違います。え、何よ。え、北海道どさんこプラザ。え、どうしたんですか。いや、目的地です。目的地、はい、いや、北海道に行こうっていうあれじゃないの。いやいや、北海道ツアーやるんですよね。北海道ツアーやるでしょ。で、全日さんが、全日本プロレスが1週間ぐらいやるじゃないですか。1週間ありますよ、7都市、8大会、7都市、はい、で、その PR を、うん、行くわけ、まあ、北海道にもう現地に行ってやろうじゃないかっていう今日企画じゃない。違います。違う、言いました俺、現地に行きますとか。いや、北海道に行こうじゃねえかみたいな雰囲気で言ってたじゃない、あなたメールで。いやいや違いますよ、あるわけないじゃないですか、そんな予算。予算予算がない。そんな、だって一人でもう10万ぐらいしますよ、北海道なんて行ったら。まあホテルもそうだよね。そうです、取んなきゃいけないし、一人でなんかリュック背負ってるし、え、紅葉してるのはなんか申し訳ねえなと思っちゃって。じゃあ行きましょう。あ、北海道行こうっていうのはここに行こうってことなんだ。あ、はい。ドサンゴプラザ抜けてたね、連絡網で。みんな大体ドサンコプラザと思いません？やっぱメールで北海道行きましょうっていうのを、はい、ドサンコプラザっていうの抜けてる連絡網で。あ、僕のせいです。あ、そうだ、書いてないです。宮原健人の YouTube のグループ LINE で、はい、ドサンコプラザって抜けてるじゃん。それ連絡的にはおかしいよね。すいません。まあ、え、しょうがないね、まあ、こういうこともあるよね。いや、なんで人生ちょっとさすがにね、僕らも北海道行っちゃうとちょっと浮かれちゃうんで。まあ、そうだね、はい、一応この都内で北海道のそういった商品だったりおすすめの、まあ、何ですか、名産を、まあ、購入できるんで、ちょっとそれを購入して行った気になりましょうという。いいね、はい、それいい企画だ、はい、逆に北海道行かずにしてここで北海道も味わっちゃおうと。そうなんですよ。そして皆様に北海道ツアーに向けて知ってもらおうじゃないかと、その地域を、はい、もしそのね行かれたら現地にもその例えばお菓子とかもあると思うんで。そういうことね、はい、俺ら先取りして北海道行った気分を今から味わえるわけ、ね、そうなんですよ。じゃあ行こうよ、お店ドサンコプラザ。じゃあ許可取ってるんで。許可取ってるし、はい、行こうよ、はい、だからお願いします、みんなで、はい、行こう、レッツゴー。今回は来たる北海道ツアーに向けて有楽町駅すぐの北海道ドサンコプラザさんにお邪魔します。でやっぱね、北海道といえばね、はい、やっぱこう、まあね、やっぱこう、いろいろね、こうバターだとか、はい、最近本当北海道行ったらこういう甘いものすごいですよね。これチョコレートですか？そう、生チョコレート。なんか期間限定らしいです。おー、期間限定。結構都市行くじゃないですか。はいはい。なんかそのものももしあればいいですよね。あ、本当そうですね、8大会、7都市もありますんで、はい。苫小牧のこちらチーズ、苫小牧チーズが有名なのかな。王子サーモン、サーモンとあのチーズ、これ苫小牧も行きますからね。これなんかお酒のおつまみで。そうですよね。あ、そして帯広、はい、帯広はこちら十勝アリーナ行きますけど、こちら帯広、こういうやっぱ意外と北海道のいろんな地域がありますね。実はですね、はい、私もあのつい北海道行きまして、はあ、だからあの完全にあのお休みで、はい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 、いいとこですね。いや、そうでしょうね。そんなこと聞いてない、別にあなたの見解は聞いてないけど。あ、全然。これね、
玉ねぎスライサーでスライス、やっぱりね、北海道といえばね、やっぱ札幌は味噌ラーメンも美味しいし、はい、あれもあるでしょ、旭川、はい、旭川もラーメンが有名でしょ、ね、旭川ね、いろいろありますよね、こういう利尻昆布な、あ、利尻町だから利尻昆布か、スープカレーラーメンってのもありますね、だからで、やっぱ北海道で言えばジンギスカン、こちらですよ、でほら豚丼、十勝、はい、の豚丼かなりありますよ、そしてあ、そうか、札幌といえばスープカレー、あ、いろんな種類ありますね、やっぱスープカレーもな、抑えとかないとな、だからいっぱいあるよ、本当にこれ全部カレーじゃないですか、いやだからこのスープカレーやっぱり有名ですから、北海道は釧路のソウルフード、つぶ貝のスープカレー、あ、すごいっすね、釧路もね、いっぱいありますね、いろんな種類が、あー、夕張メロンか、夕張メロン、こういう飴もあるんですね、キャンディーいいですね、キャンディーもありますよ、これお土産とか ね札幌でいいかもしれないですね、あ、だこれはかなりね、凝ったものが置いてますよね、うわ、ちょっと気になったんですけど、こういう夕張メロン絞りジュースが絶対うまいじゃないですか、いや、うまいですよこれ、しかも完熟だからね、はい、いや、まあチーズもやっぱりチーズ、牛乳、ラーメン、スープカレー、やっぱそういったものが多いですよね、うんうんうん、うわー、難しいとこだな、もうなんかめちゃくちゃうまそうですね。いや、美味しいんですよ。じゃあ今一通りね、なんかちょっと見させていただいたんですけど、はい、ちょっといくつかね、ちょっと購入して、うん、実際にちょっと北海道気分を味わうためにやっぱり実際食べないとね。で事務所でちょっと開封しましょうか。開封しましょうね。はい、そうしましょう、そうしましょう。じゃあちょっとまた買いましょう撮ります。ギャラピントの YouTube。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、事務所に来ました。やってきましたよ。はい、先ほどのね、ドサンコプラザさんで購入をさせていただいて、うん、ね、北海道の本当にもうあらゆる名産品をね、はい、買ってまいりましたけど、まあね、その中でも厳選して、はい、こちらキャラメル、はい、まあ、生キャラメルですよね、はい、でこちら北海道といえばザンギ、はい、こちらね、ザンギと、はい、こちらですね、ホッキカレー、まあ、カレーが有名ですからね、これは苫小牧のホッキカレーと、はい、まあいろいろこの3つ買ってきましたよ、はい、ツアー自体はね、はい、何都市でしたっけ、ツアーは8大会7都市の7都市でやりますよ、はい、なんですけど、はい、まあね、ちょっと厳選してなんで、はいはい、まあそれはね、味わう、はい、そうです、味わってちょっと北海道にもうね、行った気持ちというかね、もうツアーに向けて気持ちをね、はい、北海道に向けて気合を入れていこうというところで、はい、ということで僕らもね、ちょっとさっきはね、うん、経費でとか云々言って、そうよ、行けないっていうことがあったんで、北海道に行けないからね、ちょっと後ろご用意しました、はい、後ろ何やこれ何これは、真緑です、真緑、これよく見るやつじゃない、はい、よくせ、なんか撮影とかで、そうです、そうです、これよくあるじゃないですか、少しでもね、視聴者の方に気分をね、北海道気分いける、はい、ギャラクトの YouTube 初だけど大丈夫なのこれ無理してない、これすいません、さっきテープですげえ貼ってたけど大丈夫なのね、テープ映ってないんで言わないけど、そうなのか、ただ大丈夫で無理してないね、ちょっと僕らもこれはね、編集してから確認はしたいんですけど、そうでしょ、確認はしたいんです、うん、もしかするとこの企画的に緑のバッグのまま北海道の名産をいただくことになってるかもしれないと、ただ我々はプロですから、そんなことは許されない、はい、北海道に皆様をお連れします、はい、お願いします、北海道もう切り替わってます、すごくないですか、後ろ、うわー、北海道の自然な山だ、山すごい、青空も綺麗だし、ということで、も北海道でこちらいただこうじゃないかと、はい、いうことで、じゃあこれ秋餅はこれ温めてもらおうかな、はい、これね、はい、じゃあこの温まるまではこちらの生キャラメルもいただきながら、はい、ちょっと北海道ツアーに向けてね、はい、ちょっとスケジュールも確認しながら、はい、やっていこうかなと思いますよ、はい、はい、生キャラメルですよ、まずは有名な十勝の生キャラメル、はい、北海道限定、
口の中で柔らかくとろける、はい、常温タイプの生キャラメルです。トカチって言ったらね、あの、はい、チーズとか有名ですよね。はい、はい、もう今こう出てる自然のようなイメージですね。トカチなんか緑が綺麗というか、まあ、僕らもね、はい、あのプロなんでトカチヘア、うん、さっき山の絵だったんですけど、はい、今ちょっと乳牛の絵に変わってるかもしれない。乳牛だうわやっぱりね、北海道のね大自然の中の乳あのね牛、はいはい、あれはやっぱりね圧巻ですよ。おお来ました来ました来ました。おお生キャラメルです、こちらが。これも超久しぶりですよ。花畑牧場なんだ、はい、こちらねこうやってなってるわけですよ。美味しそうだな。でもいただきます。どうなんですか。うんっていうかこれ本当生ですね。いやあの正直僕生キャラメル食べたことあります。食べたことないです。あ、おじさん食べてください。これありがとうございます。その普通のキャラメル、これびっくりした。えリアルなのもすごいですね。これは美味しい。もうこれね生、うわすげえ、あお、なるほどなるほど、まあ、今、うん、寄ってきてますよ牛さんが。あこのうわこの大自然の中牛が寄ってきてる。はい、やばいやばい。うわ今キャラメル取られそうです。キャラメルはやめてくれお牛さん。うわやっぱ北海道ででもこのね牛と牛、うん、お牛さんとね、はい、こう大自然の中ね、はい、なんかこう牧場に来たような気持ちで。いやまさにね、よくあるじゃないですか、はい、牧場にねこういうなんて言うんだろう、こういうショップがあってあの売ってるやつ。おい宮原健人 YouTube どうなってんだ。おいテープがバレバレじゃないか。おいふざけんな。テープの粘着悪すぎだよ。せっかく今お牛さんって言ってたのによ。仕切り直しましょう。これキャラメントの YouTube。 やっぱり北海道といえばこういうねキャラメルだとかソフトクリームだとかどうしてもやっぱり我々もう巡業中に選手バスで食べたくなるんですよ。この生キャラメル美味しいわ。びっくりした。ちょっと普通の固めとは全く違う食感なんで、うん、トカチね、トカチ行きますからね我々もね。あれ去年はどうでしたっけ。去年はでもまあ行ってはいますけど会場が多分これ初めてなんですよね。今回の十勝ではね、あれアリーナでしたっけ。そうですそうです、まあ、やっぱこのね自然の中でプロレスの話もしようかなと思うんですけど、まあ、10月の27日から始まるわけですよ、はい、札幌札幌北海道アッパーホテル&リゾート札幌、これも初めてですね僕は実際で。28日が北海道苫小牧行きますね、総合体育館というところでやります。それが28日、はい、まあ、北海道ツアー2戦目ですね、はい、そして29日がこちら十勝四つ葉アリーナ十勝メインアリーナっていうとても綺麗な会場だと聞いてますね、はい、そして30日が北海道ウィンドヒル釧路スーパーアリーナ。釧路はね昔あのアイスホッケーのオープニングアクトみたいな感じでこのボールをねあのアイスホッケーでパーンって置くのをやったりしたんですよね釧路のね、うん、そういう思い出もありますね釧路は、はい、こちらも多分初めてじゃないかな試合やる会場は釧路ウィンドウビル釧路スーパーアリーナで。11月1日が旭川地場産業振興センター、これ結構全日本プロレスの旭川としてはおなじみの場所ですね、はいはい、で11月2日が、北海道美幌町で、美幌町今回は初めての会場でサニーセンターという会場で、まあ、美幌というね町もね非常に好きな町で、はい、毎年毎年行ってるようなイメージがありますね。そしてこれ次が11月3日の北海道三笠市スポーツセンター、はい、これどうやら三笠は46年ぶり、全日本プロレスは46年ぶりみたいですね、はい、そこで三笠市スポーツセンターが11月3日、はい、で最後11月4日が北海道ホテルエミシア札幌。これって、はい、昨年はい三冠戦ありましたよね。ありました。いわゆる新札幌駅なんですね。ああ来ましたね。甘いもの食べてたら先ほど言いました苫小牧のこれね有名なんですよね苫小牧。これ僕実際にねあのホッキ貝ホッキカレー食べました。 昔 PR でね苫小牧に行った際に、はい、食べましたね。なんかあの屋台みたいなところで、はい、はい、めちゃくちゃ美味しいです。いやあの多分ね漁師町なんですよね苫小牧って。
なんでホッキとか取れてて、めちゃくちゃ美味しいです。これちょっといただきましょう、ホッキカレー。いただきます。匂いがすごいんですけど。見てください、こちら。はい、ホッキカレー。うわ。これもね、かなりね、美味しい、買った覚えがありますね。ホッキもね、入ってますよ。これだよ。ほら、これでしょ。ということで、ちょっとホッキもいただきながら、ホッキカレーをちょっとね、はい、いただこうかなと思います。苫小牧もね、やっぱりね、うん、ホッキです。でも、海鮮の感じは出てますか？出てます。やっぱ海鮮カレー。やっぱりお肉とはまた違うね。はい、海鮮のあの香ばしい出汁が出てますね。海鮮の香ばしい。まあ香ばしいの香ばしい。ああ、いいですね。僕ら食べてないんで分かんないんで信じますけど。うん、香ばしいな。なんか苫小牧感じますよ。あ、やっぱこれ自然で。おお。自然教室に行ったような感じですよね。自然教室、小学校の時行った時に外で食べるカレーって美味しくなかったですか？あ、だから林間学校とかそういう系の移動教室に。そうそうそう、キャンプとかで食べるカレーって美味しいじゃないですか。そんな感じです、今自然の中でカレーを食べてる感じで、はい、背景だって今でもバスボムっすよ。今バスボム？お前才能ないのかお前は。チェンジしろチェンジ。背景今バスボムなんすよ。どう考えても今北海道だろう。バスボムなんか今絶対必要ねえだろ。すいません先生、本当に頼むよ、オデッチ。何やってんだこの商売。ちょっと切り替えます。絶対切り替えて。よし、ホッキ貝ですよ。はい、本当に。うん。うん。これはうまい。やっぱり自然の中で食べるカレーですよ。どうですか、どういう時に食べたいですか、カレーって。カレーですか。カレーは試合前とかあんま食べないですけど、試合後に食べたいですよね。なんかカレー、試合前って結構ほら、お口に残るじゃないですか、カレーの匂いっていうか。結構あのショートでもね、あの食べられてるじゃないですか。はい、でも大体あの、まあ、なんていうんですか、試合がない日ですよね。うん、そうです。やっぱり僕らね、対人競技なんで。なるほど。ごちそうさまです、ホッキ貝カレー。で、続きまして、まあそのやはり、はい、北海道といえば、まあいわゆる唐揚げですよね。こちら、はい、北海道の唐揚げ、いわゆるザンギでございます。このザンギがまたね、北海道ツアー行くとね、もう毎日ぐらい食うんだよね。結構食べてますか？やっぱりね、どうしても試合後とか行くじゃないですか、居酒屋さんだとか、はい、やっぱりザンギって出てくるんですよ。いただきます。ああ、いい。うん、ほら、これですよ。うん、これは東京の唐揚げと味付けが違うんですかね、ザンギって呼ばれると。一般的な鶏の唐揚げと比べて、はあ、濃いめなんですよ。あ、濃いんだ。はい、だから醤油ベースの甘辛いタレに、はい、揚げる前に漬け込んでることによってっていうのが、まあ、うん、まあ諸説あるんですけど、うん、結構その東京とかそういう他の地域で食べられる唐揚げよりは味が濃いです。うーん、ということらしいですね。僕ら北海道ツアー行くと、もう聞く言葉ベスト3になりますね、ザンギは。 あとはセイコーマートでしょ。あ、もうセイコーマートの方が多いんですよね、ファミリーマートとかより。うん、びっくりしちゃって。で、セイコーマートってあのいわゆるおかずが充実してるんですよね。デイリーヤマザキみたいな感じで。そうです、そうです。なんかパンみたいなのとか。はい、そうそうそう、なんですよ。あれは多分セイコーマートあのオリジナルですよね。弁当も充実してるし、はい、だから僕らも試合後にあの正直奈良都市行くじゃないですか、はい、あの試合後に空いてない時があるんですよね、お店がクローズしてて。そうですよね。そういう場合にセイコーマートが近くにあると意外と嬉しいっていう。お弁当とか美味しいんで。いや、北海道、そんな北海道ツアー、まあ、今日ね、味わいましたよ。10月の末ですけど、どうですか、北海道って寒いんですか、やっぱり。いや、噂に言うと、寒いんじゃないかという情報が入ってますよ。あ、じゃあちょっとこういうあったかいもの食べてね。そう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 、どうなんだろうね、秋元ちゃんどうなんだろう。ちょっと寒い、あなた青森出身じゃないですか。はい、でも寒い可能性ありますよね。全然あると思います、もう10月後半になるとこんな、うん、結構肌寒い、ね、そうですよね。だからちょうどまあシャツぐらいは必要な時期になってる可能性高いですよね。そうですね。うん、でまあ試合開始も6時半とかも多いですから、うんうん、夜帯も多いんでね、ちょっともしかしたら秋冬衣替えをしていかなきゃいけないことになるかもしれませんけどね、うん、我々の YouTube ではね、まあ、こうやってね、いろんな景色を楽しみながら行ったような気持ちで、皆様もね、北海道ツアーを前に行ったような気持ちで癒されてもらいながら、北海道ツアーをね、皆さんもあ、この街行きたいなとかですね、予定をこうね、改めて
ちょっと立ててもらえたら嬉しいですね。ね、1週間ぐらいのツアーですので。いや本当ですね、行ける時でね、はい、来られる方いらっしゃる。いや本当ぜひぜひ、本当いろんな都市行きますから。で北海道ツアーで7都市ですからね。結構北海道内も広いんですけど、まあ、皆様ね、お近くの方はぜひ近くの会場にね来てもらえればなと思いますね。ね、三笠は46年ぶりだったり、久しぶりの地域も多いわけですよ。だからそんな北海道ツアーをね、今の全日本プロレスをねお届けするこの北海道ツアーだから、これ楽しみですよ。だからこれはもちろん北海道内の方もそうですけど、遠方からね来られる方もこうやってね、いろんな地域のプロレスを見て美味しいものを食べてみたいな、で美味しいお酒を飲んでみたいな、はい、いろんなことをね楽しめる北海道ツアー、全日本プロレス北海道ツアーが10月27日から、11月の4日まで、8大会ありますのでね、皆様どちらかの会場でお会いできるのを楽しみにしております。お願いいたします。お願いします。宮原健斗の YouTube チャンネル登録、高評価、たくさんのコメントよろしくお願いします。宮原健斗の YouTube 最高。